はいどうも、りょうへいです。お願いします。本日撮影してるんですけれども、まあ、今、大井さんと、べーちゃんのつかささんと、しょうへいさんで、大井さんの動画を撮るということで、まあ、ノック動画なんですけれども、YouTuber の先輩方がどういう風に撮影してるのかっていう、もう撮影の完全な裏側ですね。見ていこうかなと思います。それではやっていきます。置いて、ついてどうぞ。あ、俺のか。自分の皆さんユニフォームですか、今日は短パンです。短パンですか。夏の終わりらしい。夏なんでね、どっちでも行ける感じにしてます。ウマ娘やってるんですね。いやもう両平がなんか歌ってな、走りながら歌うからさなんだこれと思って。本人やってないですか。本人やってない。俺もなんかやろうとしてるんですけど、リセマラが終わんないです。何それ、リセマラ。あれですよね、最初がめちゃくちゃ長い。なんか最初のそのガチャを何回もやるみたいな。あ、あれ一回やり直して、やり直して。あ、なるほど。どうですか、青井さん。いいと思います。ハモ来ましたっすね。雰囲気変わりますか。雰囲気変わりますね。今、何やりますか。どうしますか。ノック。ちょっと、ネット先作りますから。何分かかりました。最初何も分かんなくて、はい、20分ぐらい経ったけど、すげえ早くされましたもん。そう、20分ぐらい経ったけど、一回座ったもんね。何かあるか。ネットですか。ネット先させて、平 TV に行きますか。じゃあ俺からやる。最初大井チャンネルから。結構でかいですか。あ、でかいやつだ。結構でかいです。でかい。俺よりでかい。なるほど、2メーターぐらい。2メーターぐらい。ああ。太ったか。あ、俺太ってますよ。太ってます。全然やってないんで。まあ、俺もその人を言えないけどな、一切。年齢がね。悪いけど、俺30になってたから。合ってるみたいな。しならすやいいんだ。あ、そうなんですよ。これ、あれあれですよ。フィードフォースもあるんですよ。まずこうなるんで。いいんすかこれでみたいなあるんですよ。そう、これですげえ最終的にこうなるんで。そうそうそう、ゆっくりやったらちょっと追いますよ。ちょっとやったら何、いつも土曜は売られてきた。いや、いけない。そんなにほんと一発。おお、それでできますね。中村晃と。できる、できる、できます。青ラベルかっこいいっすね。はい、青ラベルやっぱ1個持っときたいなっていう気がする。昨日あれですもん、レガシーに対応するグラブを探すみたいな感じで、軟式をドライヤーの軟式だけど革硬式、普通の硬式。ああ、ちゃんと跳ね返りますね。今日はまだマシだった。跳ね返るけど真ん中いらっしゃいけない。はいはい、これが相手の言ってくれてる。いや、ラスト1キロ練習強いので、それこれがいい。かっこいいやつですから。かっこいいアングル。はい、茅山センター。大井がかっこよさを求めているぞ。はい、結構強めでいきます。お願いします。おお、はい、というわけで早速3種類向けていきます。順番に上げていきたいんで、最初まず軟式用ローリングのカモ柄。これですね、もう購入した時から最初から結構柔らかかったんで、本当にザ軟式用と言っても過言じゃないと思います。で、まあ大きめのオールラウンドなんで、サードでも全然ちょっと増えてきます。ちょっと強いかなぐらいでいいんですよ。強い強い。はい、この人は。はい。はい。よいしょ。あ、はい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 。まあ皮の薄さというか、この呼吸面の感じで結構適当にしてます。今何割ぐらいですか。今はどうだ、8とか7とか。じゃあまだあるんですね。まだいけますよ。今のマックスでお願いします。結構フルでちょっとこう手が持ってかれる感じっていうのはありますけど、痛いとかは全然ない。じゃあ次行きます。はい、愛知県 KB スポーツ小海さんの、軟式
オーダーのドライヤーですね。これは結構柔らかくなってるんで、やっぱ違いますね。皮の厚さが手に当たった時のこの厚さ全然違います。やっぱネガティブ結構どうですか、強いですか。まあまあ、いや強い方だ。結構強いですか、芯で当たったぐらいの。はい、よっしゃー、はい、あー、キャラが強い。来た来た来た、オーケー、はい、おっしゃー、レジェスティー、気を張って、はい、はい、さあ気を張って、はい、やばい、おお、あ、来た来た、あ、めっちゃ血張ってます。あやべ、ワンチェック、ワンチェック、最後、はい、今取れるよ、ちょっと、おお、今のどう、じゃあこれでラストドライヤーいきます。はい、これ無事とか中間を感じるから、マジで球場を考えなきゃいけないっていうのが、球場を考えてフルスイングした時の、じゃあ基本的に上から叩いてる。まず彼らはあのエンディング取るんで、ボルケン強い、あそこに強いな、うん、あとあっちにめちゃくちゃあるよっていう、2、3球 ?4 球、5球ぐらい、お、お、あれだ、得意、得意、あの打球だろ。こんな違うんかなと思ったんですけど、違います。ノッカーが違うかな、そもそもな。やっぱりグローブでいいな、エラーしない。はい、というわけでありがとうございました。ありがとうございました。どうでした。はい、実際に3種類受けましたけど、うん、結構これは自分の予想通り、この公式の皮と言われているドナイヤは、うん、やっぱりこの中間に入るぐらいの強さを持ってる。ここは一気に見つくことがあんまないじゃないですか。確かに。だから、うん、比較するとやっぱ改めて分かったかなって感じです。北川ですね。あのサイアスポーぐらいの方で。こいつがメインです。自分じゃなくて。それ低すぎません。あ、そんなもんか。で、この辺に打球をちょっと打った方がいいですか、やっぱり。いや。もうちょっとラインが欲しいですね。こっち。グローブが自分が背骨の左側に来ます。あ、左側。はい。で、右側に文字が入れます。で、こいつは中心に来ます。はい。この辺が中心で、もっと近くにか、あ、まあ、聞けるか、あ、そうですね、打ち、多分今だとボールが映んないんですよ。いや、低いけど、はい、高すぎるんですよ。あ、いい、これ近く、遠すぎる、これだ、あ、これだ、 OK、ありました、 OK、 よいしょ、よし、次行きましょう、ちょい TV 行きましょう、行きましょう、はい、こちらをプレゼントいたします。1万人行った時用のプレゼントとしてペタントの内野公式用になります。まあ視聴者の人はね、公式やってるから軟式グローブもらってもしょうがないって人は、ね、そうそう多いと思うんだよね。でしかも僕あえてこれにしたのが、あのカラーリングも高校生使えるカラーリングなので、まああえてこういうのを買ったっていうのもあるっちゃあります。まずは1万人達成したら、そうです、オッケー、この動画なり、まあ、いろんな動画にデサントのグローブ分かるように、デサントのグローブ欲しいです。デサント、まあ、あの今並行してモンタナさんの現代モデルも、まあ、8000人のやつなんですけど、まだモンタナさんの方の登録も終わってはいないので、デサントのグローブ欲しいです。そうです、現代グローブ欲しいです、はい、両方でもいいですよ。そうですね、はい、コメントしてもらえて、はい、でまた1万人達成した時に、ただ達成しました動画っていうのも出るとは思うので、はい、まあ、そちらに再度やってもらえるような形です、まあ、常に動画から見ていただいて、そうです、はい、いつ発表するか分かんないですよ。そうですね、いつ1万人か分かんない、1万人か分かんないんで、僕らのインスタとかツイッターもね、はい、結構いろんな情報、裏情報とか、はい、突然ゲリラプレゼント企画やっちゃうと思うんでね、はい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 、登録しておいてもらえればいいかなと思います。そうです、お願いします、はい、革自体もいいグローブなので、今回もね、あの前回も僕は高校生向けなプレゼントだったので、今回もちょっと高校生とかぜひ、たくさんの応募お待ちしております。はい、今日の動画は以上になります。チャンネル登録、コメント、高評価よろしくお願いします。それではありがとうございました。ひとへい TV T シャツ販売、走れおいチャンネル、おいくんの T シャツも販売しております。モンタナスポーツのリンクから飛べますので、ぜひともチェックしてみてください。皆様、チャンネル登録はお済みでしょうか。
チャンネル登録1万人まであとちょっと頑張っていきますので、皆さん応援の方よろしくお願いします。それではありがとうございました。切るのさ、磨き抜いた切れ玉で。